ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は、ファーウェイから新型のノート PC、MateBook 13の上位モデルの発売がスタートしましたので、ご紹介したいと思います。すでに Core i5 を搭載したミドルレンジモデルについては、販売がスタートしていましたが、今回は CPU が Core i7 になった上位モデルの発売がスタートしました。まず、今回発売がスタートした上位モデルのスペックを紹介すると、次のようになります。参考までに既に販売されている Core i5 搭載モデルのスペックも右側に記載しています。上位モデルのスペックについては、CPU が Core i7 の 8565U、 メモリは 8GB で、ストレージは 512GB の SSD。 この SSD は PCIe の高速なタイプになります。ディスプレイは13インチで、解像度は 2160×1440 ドット。バッテリーは連続14.7時間の駆動が可能で、OS は Windows 10 Home。そして現在の販売価格ですが、税込みで123,675円となっています。やはり何といっても Core i7 の 8565U を搭載し、12万円で買えてしまうというところが、この製品の最大の特徴かと思います。ちなみに他のメーカーでこのスペックのものを購入するとどうなるかということですが、例えば、パナソニックのレッツノートの場合、最新モデルの SV8 ですと、約30万円になります。また、大手パソコンメーカーの中で、コスパに優れたモデルを多数販売しているレノボの場合、つい先日、国内でも販売がスタートした、ThinkPad X390 の Core i7-8565U 搭載モデルは、約19万円と、このファーウェイの MateBook 13よりも、さらに7万円も高くなってしまいます。ですので、この MateBook 13コスパに関しては、他社と比較してもトップクラスの製品になっています。そしてもう一つ、この MateBook 13の優れているポイントとしては、 USB 端子が Type-C になっていて、通常の USB 機器を接続しづらくなっているんですが、初めから USB の A 端子はもちろんのこと、 HDMI 端子などに出力できる変換アダプターが付属します。さらに13インチクラスのディスプレイを搭載する製品としては、圧倒的にコンパクトで、横幅が約286ミリしかありません。この286ミリというのは、Apple の MacBook Air よりもさらにコンパクトになります。というか、現在販売されている製品の中で、13インチのディスプレイを搭載して300ミリ、要は30センチ以下の横幅の製品というのはほとんどありません。ということで、これだけでも十分なコスパの製品ですが、現在、ファーウェイではキャンペーンを開催しています。このキャンペーンは5月15日まで開催されているキャンペーンで、通常1年保証のところ3年間の延長保証が受けられるというキャンペーンです。他社の場合ですと、3年間の延長保証を追加すると、1万円から1万5000円ぐらいの追加料金が必要になりますが、現在ファーウェイで開催されているキャンペーンでは、そういった追加費用なしに延長保証に加入することができます。現在この動画を作成しているのが発売日の3月30日ですが、先ほど Amazon の販売ページを確認したところ、入荷予定が4月2日となっていました。発売直後ということで、現時点では在庫がなくなっていて、今注文しても1週間程度は待つ必要がありそうです。ということで、いよいよ販売がスタートしたファーウェイの MateBook 13の上位モデルについてご紹介しました。なお、この動画の概要欄には販売ページのリンクを貼っておきますので、詳細なスペックのほか、すでに Core i5 搭載モデルを購入した方の口コミも見ることができます。興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。